シャキーン。ナッシーシェイクまだやってます。どんだけ匂い嗅いで止まってるんだかがはっきり分かっちゃいます。またこの子が上に座っちゃってるんでなおさら暑いです。はい、おはようございます。今日もよく晴れております。ここ最近僕は腰が結構来ちゃってます。この和子さんの実家からいろいろ持ってくるときに重いもん持ったのもあったのが影響ある程度あるんじゃないかなと思います。ドレッサーの鏡が重かった。三面鏡になってるんですけれどもね、あれがめちゃ重かったの、辛かったです。カメラなんですが20日ごろ到着予定ってなってたんですが、昨日一気にステータスが進みまして成田着いたってなって、その後東京江東区行って今は千葉市行って今日なんとか U パックで配達されそうでございますのでね、楽しみです。今年の GoPro はちょっと買うのは先延ばしっていう感じでございますけれども、今日来るカメラをどのぐらい使えるかいろいろ試してみたいと思います。ちょっと編集が手間かかるっぽいけどね。では後ほどです。ナッシーシェイクまだやってます。やっとここまで帰ってきました。みーちゃん今日はずいぶんいろんなとこ歩ったね。水辺行こっか。水辺っていうのかな、いっぱいいろんなの浮いてて油とかも浮いてるけど透明度はあるんですね。ほらお魚、タイだ。へえ。中国からフェデックス来ました。開けてみましょう。ダダーンと、これは引っ張がせばいいのかな。はい、届きました。こちら本体とここに SD カードが、マイクロ SD カードが付いてます。容量は64ギガ。それをこれが見えない自撮り棒、それとこのレンズのねキャップです。こんな風にして撮ります。中身はこんな感じですね。いろいろと出ております。ざーんとこんな感じに入っておりました。結構ずっしり重い感じあります。楽しく使いたいと思います。どこだっけ、山梨県からの何市、富士吉田市からふるさと納税返礼品が届きました。何でしょう、ぶどうはねワンちゃんは食べれませんですが、おおでけえ。シャインマスカット1キロのおまけに、なんか富士山のお菓子みたいな、おまんじゅうかな、おまけがついてました。チョコ富士とコーン富士だって。シャインマスカットとても買えないのでふるさと納税でいただきます。すごく美味しいんだよねやっぱり。はい、ではありがたくいただきます。納税したものは素敵に使ってください。シャキーン。で今度は360度モードで歩っておりますが、どういう風に撮れてるんだろう、どういう風な画角で写ってるかがちょっと分かんないんですけれどもね。まあもうちょっと
やってみてからでしょう。このぐらい長くした方がいいのかな。ちょっとねもう1メーターぐらい伸ばしてるんですけれども、ちょっと恥ずかしいです、人に見られると。あまり人いなければそんな気にならないんですけれどもね。これ棒、自撮り棒がついてるんですけど、ちょうどなんかカメラからの死角になるようで見えない自撮り棒という風になっております。こっちから行こうか。これがですね、さっきこの間あれできた脳の MRI できた板倉病院ですね。はい、じゃあ歩くよ歩くよ。で、船橋第一ホテル、まあ、まだこれなんですかね、コロナの病院になってるのかな。長いですね、もう何年もじゃないのかな。持ち帰り割引、ピザ、自販機、はい、ちょっと人がいっぱい出てきたんで、ね、恥ずかしいです、この棒持ってるのがね。あそこが確かね、低酸素、低酸素だっけ、あれのジムです。高圧トレーニングができるやつになってますね。はい、みーちゃん行きますよ。これで撮ってると普段ミミちゃんがねどんだけ匂い嗅いで止まってるんだかがはっきり分かっちゃいます。行くよ。これでどういう風に編集するかが問題なんですが、うまくできるんでしょうか。ちょっと楽しみですね。暑いです。散歩してきて、最初いた公園でねめっちゃくちゃ蚊に刺されまして、蚊もやっとあれでしょうかね、猛暑の時の暑すぎるのからあれじゃ生きてらんないっていう話も聞いたんで、今が過ごしやすいのかもしれません。結構足とか痒いです。汗もかいちゃったし、まして、あれ、あんちゃんこの声入れてなかった。声はこの本体でどのくらい取れるかにしてみましょうか。いやー、またこの子が上に座っちゃってるんでなおさら暑いです。はい、今回はちょっと変わったアングルで撮ってみたいと思います。下にぶら下げて映してます。カメラの向きを気にしないでいいっていう点だけはいいと思います。